割れている指の爪にギュッと巻くだけ。ちょっとやってみますね。皆さん、指先が割れることでピアノの練習が思うようにできなかったことありますか？僕がピアノを練習しながらも直していく方法を今日はお伝えしたいと思います。僕はめちゃくちゃ乾燥肌なんですよね。スーパーに買い物に行って袋詰めする時のナイロン袋、全然開かないです。そのため冬場の乾燥と自分が練習している曲がリストとかラフマイナフのような曲が重なるとですね、大概この指先と爪の間が切れてしまいます。こんな形で指先が割れるっていう方多いんじゃないかと思います。これは今指先を赤くマジックで少し塗ってるだけです。心配してくださった皆さんありがとうございます。こうなると鍵盤を触ると当然痛いですよね。またこの傷のまま練習していると一向に治りません。一番いい方法は練習しないっていうことなんですけれども、きっとそうもいかないな、コンサートがあるとかコンクールがあるとか発表会があるとか先生のレッスンのとこに行くとか、いろんな皆さん事情があるんじゃないかと思います。そこで僕が練習しながらも傷を治していくためにやっている方法をお話ししますね。実は今までにいろんな方法を試してみました。絆創膏、僕の地域ではサビオと呼ぶんですが、絆創膏やテープ、そして傷フィルムみたいなものもありますよね。またセメダインのようにこう固まる液体絆創膏、そして軟膏を塗ってみたりとしたのですが、傷がひどくならずですね、なおかつ鍵盤にこう粘着物質がつかないものっていうのはなかなかなかったですね。長年の試行錯誤の末行き着いたのが日版のシルクテープです。これが一番しっくりきます。こういったパッケージのものです。使い方はめちゃくちゃ簡単で、割れている指の爪にギュッと巻くだけ。ちょっとやってみますね。中を開けるとこういったテープが入っています。これすごく切りやすいんですよね。なのでこのように、今左手の人差し指が割れているというふうに思ってください。このように爪からこうギュッと割と力強く巻きます。でこうするだけなんです。傷が露出しているので効果がないと思われるかもしれませんが、この方法で傷をしっかりと固定をしていると打鍵しても傷が開きにくいです。そのため練習しながらも傷を治していくということができます。さらにこのシルクテープがいいのが、表面がこうサラッとしてるんですよね。なので指先とよく馴染んでくれて打鍵時の感触があまり変わらないです。さらに鍵盤にこの粘着物質、ネチャネチャしたものもこう付着しにくいのでとても重宝しています。もしこの巻き方でもまだ傷が痛いっていう方は、縦方向と横方向を組み合わせるとより強力です。ちょっとやってみましょう。まずこの下方向からテープを切って、このように傷を塞いで止めます。でこう指になじませて、そしてその後に先ほどと同じようにこの爪をこう巻くという感じですね。こうすると傷がとてもよく全て保護されますので、かなり痛みが軽減されると思います。その代わりどうしてもこの先が、指先がですね、テープに覆われてしまうので、打鍵時の感触は先ほどのものより少し変わってくるというふうに言えると思います。なので皆さんの傷の深さと相談しながら、このシルクテープの巻き方是非やってみてください。この日版さんのシルクテープですが、ドラッグストアに行けば簡単に見つけることができます。日版さんは他にもたくさんの種類のテープを出しているみたいなんですね。実は僕も何度か間違えて違う種類のものを買ったことがあります。きっとそれぞれの用途で欠かせないテープだと思うんですが、僕たちにとって欠かせないのはシルクテープです。ちなみに日版さんのウェブサイトを拝見すると、ぴったり技術で明日を作るとブランドコンセプトが記してありました。日版さんの力を借りて、僕たちもピアノにぴったり技術、つまりテクニックを磨いていきましょう。